トリスタン・ツァラは、ダダイスムの創始者として知られる、フランスの詩人、本名サミュエル・ローゼンストック、1925年に正式に改名。トリスタン・ツァーラというペンネームは、リヒャルト・ワーグナーの楽劇、トリスタンとイゾルデへの言及であり、フランス語の、悲しいと、ルーマニア語の、故郷を合わせたもので、故郷で悲しむものという意味がある。ツァラは、 ルーマニア北部のモイネシチで裕福なユダヤ人家庭に生まれた。サラは象徴主義の影響のもと実験的な死を創作していたヨンビネアとがお学生のマルセル・ヤンコラと共に雑誌シンボルを創刊する。サラはブカレスト大学で数学と哲学を学んでいたが第一次世界大戦中、ヤンコと共にスイスのチューリッヒを訪れ、1916年に リハルト・ヒュルゼンベック、ゾフィート・イバー、フーゴバル、ジャン・アルプ、ハンス・リヒターラと共に、チューリッヒ・ダダを結成し、ダダ宣言1918を発表。キャバレー・ボルテールを中心に行われた徹底的に言語の意味性を剥ぎ取る手法と挑発的なパフォーマンスでヨーロッパ中の芸術家に衝撃を与えた。やがて、パリのアンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴンらが創刊した。 リテラチュール氏に寄稿するなど活動を共にし、1920年1月17日に、トフツ、ブルトンと共に、パリ・ダダを率いることになる。だが、間もなく、サーラとブルトンの対立があらわになり、運動内部の対立につながり、即興劇、バレス裁判を機に、ダダは衰退した。数年間の沈黙を続けた後、ブルトンと和解し、シュルレアリスムに参加する。サラは、 第二次大戦下ではフランスに泊まりレジスタンス活動に身を投じた。戦後はフランスに帰化し、1947年にはフランス共産党に入党、1963年に亡くなる直前まで施策を続けた。モンパルナス墓地に埋葬された。ありがとうございます。